ダイエットにおすすめの無添加食材トップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこの無添加食材で痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。主に2つあります。まず1つ目、腸内環境を整える食材だからなんですね。とっても大事なんですよ。健康的で綺麗に痩せるためには何をすればよいのか、もう大前提はあなたの腸内環境が整っているかいないかでも全くダイエットの効果が変わってくるんですよということをお伝えしたいんですね。ではないとどんなにあなたが食事制限を頑張ったりきつい運動を毎日頑張ったとしても一時的には痩せるかもしれませんが必ずその先にはリバウンドが待っているんですよね。なぜかというとあなたが根本的に痩せ体質へとやはり生まれ変わっていないことにはですねやっぱりその一時的なダイエットで終わってしまうからなんですね。では根本的な痩せ体質になるためにはどうしたらよいのかっていうのはズバリ腸内環境が整っている方というのがそのような丸の状態になっていくんですよね。例えばデブ菌と呼ばれる悪玉菌がたくさんあなたの腸内に住み着いてしまっているとしたらもうこれはまずい状況なんですよね。緊急事態です。だってですよ、悪玉菌がいるっていうことは太ってしまうものが食べたくなってしまうんですよね。あなたがもし甘いものや脂っこいものがもうやめられない、止まらない、もうなんでって、もうこれ食べたら太ってるって分かるのに何故か食べてしまうという方はあなたがお悪いんじゃないんです。あなたの腸に住み着いているその悪玉菌たちの餌となるのがそういった太りやすい食べ物なわけです。悪玉菌たちが食べて食べてってあなたに命令している、まあ、要はあなたがですね悪玉菌たちになんと味覚を操られていたということなんですよね。逆に痩せ菌たちですよね、もう痩せたいって思ってらっしゃるようであればその痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの餌となるものを召し上がればいいんです。一つずつ太りやすい悪玉菌たちの餌から痩せ菌、善玉菌たちの餌なるものにあなたがですね一つずつ腸活メニューに置き換えていけばあなたの腸内に痩せ菌たちが増えて元気になってもう思いっきりですね働いてくれる、そういう環境をあなたご自身が作ることがもう一番の近道なんですね。そのための食材ということになります。では2つ目です。無添加であること、これもとっても重要ですよ。あなたのダイエットの鍵を握っているのは腸です。でその腸が疲れてしまうものがこの無添加じゃない方ですね。もう添加物たっぷりのものを召し上がってしまうと腸がもうねヘトヘトになるわけです。もうまたってこんなの入ってきた、もう消化吸収にもうえらい働かないけんやんって怒るわけですよね。もうハッハッてこう疲れてるわけです。もう輪をかけるようにそのようなものを毎日毎日腸に入れ込んでしまうともう腸がですね動かなくなっていきますよね、疲れちゃって。そうするとどんなことが起こるかっていうと、まあ、結果太るんですけれども結局腸が食べたものを消化吸収してくれるわけですよね。そこがうまくいかないということはあなたは実は食べても食べても栄養不足なわけです。栄養失調ですよね。なのでやはり量よりも質が大事ですよ。そういった形であなたがしっかりとですね腸が喜ぶものを召し上がればしっかりと腸が消化吸収してくれる、その結果体重をコントロールしているホルモンであるとか味覚をコントロールしてくれるホルモンをしっかりと作ることができるんですね。
逆に言うとこういった無添加じゃないものを食べているとそこはうまく働かずにあなたはどんどん味覚がおかしくなって甘いもの脂っこいものが食べたくなってしまう。また体重をコントロールするホルモンがちゃんと作ることができないからもうどん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 体重がそんなに食べてもないのに太るなっていう方は思い当たりませんか？あなたが悪いんじゃなくってその腸に負担をかけているからなんですね。そこでどうすればいいかというとこういった化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料などが添加されていないものに一つずつ食材を置き換えていけば OK なんです。では2つ目の項目です。何をということで今回はポイントは無添加であることでしたよね。イコールそうすることで腸に負担をかけずに痩せ体質へと生まれ変わることができますよでした。そこでポイントなんですけれども、じゃあ澄香先生一体その無添加ってどんなものなんですかって、あれはいいんですかこれはいいんですかってねご質問よく受けるんですよね。もう中にはもうほんと写真を撮ってですね、先生これ大丈夫ですかとか言われる方もいらっしゃるぐらいクライアントの方にはいらっしゃるんですよね。それぐらいやっぱり気をつけるってとっても大事。その時にもうまずはもう数多くある添加物の中でもうまずはここに気をつけましょうねってお話を今回します。こちらです。原材料名にわざわざ化学調味料これ入れてますよなんていう食材はないです。そんなことをしたら皆さん買いませんよね。なのでじゃあどうやって化学調味料を入れているのにもかかわらずそれがいかにも入っていないように見せるかっていうのがここです。あなたももし今ご自宅にあるいろんな調味料とかですよ、まあ、お菓子とかでもいいんですけれども裏の原材料見てみてください。もうほとんどのものがもしかしたら調味料カッコアミノ酸などって書いてあるものが多いということに気づかれると思います。実はこの調味料カッコアミノ酸などグルタミン酸ナトリウムのことなんですけれども、これが化学調味料なんですね。なので私のお世話しているねダイエットのクライアントの方ももう澄香先生のお話を聞いて以来今まで自分が買っていた食材を全部チェックしてみました。もうほとんど入ってた先生ってもうねカッコ泣きみたいなこう LINE が来るんですよね。そりゃそうですよねってご存知なかったら知らないうちにこういったものを知らず知らず食べてしまって、実は食事制限を頑張っていたのに味付け調味料でこういったものをガンガン取ってらっしゃって太っていたというケースもあります。それぐらい良くないんですよね。なのでまずは調味料カッコアミノ酸などと書いてあるものをカットしていきましょう。一つずつ手放していくということです。そうすることで腸や肝臓などに負担をかけてきたことが一気に解消できますから丸ですし、まあ、太る原因も解除できますし、また疾患の原因にもなりますよ。こういろんな病気、アルツハイマーだったりうつ病だったりですね、そういったもうそもそもその痩せる以前の健康です、健康問題にもとても関わってくるお話ですから、ぜひあなたも今お手元にある食材の裏をですね原材料名チェックしていただいて、まずはこれが入っていないものを極力ですね、なかなかね手に入りにくいと思うんですけれども頑張って一緒に探していきましょうね。ではもう一つ大事なポイントがあります。先ほどの調味料カッコアミノ酸などというのは要はですね旨味成分を、まあ、人工的に作っているということになるんですけれども、それとはまた別に甘味ってありますよね。甘い味付けをしてあるもの、お砂糖は入ってませんよ、カロリーゼロですよ、糖質オフですよなんて書いてあるのが実はね実は太る原因なんですよ。そういったものを摂りすぎてしまうとあなたはどうなるかというと余計甘いものや脂っこいものが食べたくなってしまうんですよね。これはもうそうなってるんです。危険なんです。なぜかというと、よろしいですか、ここからよく聞いてくださいね、甘いものを食べてるんですよ、まあ、チョコレートでも良いですよ、いろんなもの甘いんです。飲み物もそうです。糖質オフのドリンクとか売ってますよね、よくコンビニで飲みますよね、食べますよね。甘いのにカロリーが取れないんですよ。これって不自然なんです。甘いっていうことは普通糖質があってカロリーが取れてよっしゃってこれで脳が安心するようになってるんですが、甘いのにもかかわらずカロリーが全然取れないってなると脳がですねあれおかしいってねすぐねバレるんですよ。
あなたがいくら騙そうと思ったってダメなんです。もう脳はちゃんと分かっていて、なんでってカロリー取れなかったら命の危険に関わると思って、もっと甘いものを今すぐ食べろ食べろってあなたに命令するんですよ。そうするとあなたは先ほどせっかく糖質オフと書いてあって、まあ、飲み物飲んだとしましょうね。で、まあ、ちょっと満足その時は。でももうすぐ経ったら、うわー甘いもの食べたいってなるんですよ。なぜかというとお伝えした通りです。脳があなたに指令を出すから。なのでそういった形で、じゃあ結局食べちゃった、結局飲んじゃったってなるんですよね。そうならないためにもやはり人工甘味料、糖質ゼロとかノンシュガーとか、要は甘いのにカロリーが取れないっていうのが危険。ますます甘いものが食べたくなってしまうっていう、その負のスパラルへとですね、もうノンストップですよね。恐ろしいですよね。そうならないためにもあなたは賢くなる必要があるんですよ。そのためにはじゃあどうすればよいのかということで、今回その無添加の痩せる食材を選んできましたので、ぜひ次の項目から楽しみにご覧くださいね。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回は痩せるために必要な無添加であること、そして腸活メニューであること、この2つのポイントを同時に兼ね備えた、食材を3つあなたにご紹介したいと思ってご準備してきました。ではランキング形式でお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。今回ですね、3つともカルディさんで選んできました。まず1つ目は信州自然王国、まあ、株式会社さんですね、が作ってくださっているニンニクゴタレになります。ガーリックですね。ガーリックゴタレって書いてます、これ英語で面白いですね。でこちらはですね、国産のリンゴ、玉ねぎ、人参を使ってタレをベースにすりおろしたニンニク、醤油を加えて本格的な焼肉のタレに仕上げましたということで、ベースはですね、お肉料理が相性がいいですよということで作ってくださってるんですね。例えばここです。焼肉のタレ、とんかつ揚げ物ソース、焼肉丼、ステーキ丼のタレ、ハンバーグのソースと、まあここですね、結構太るメニューが書いてあるなと私は思ったんですが、あなたはいかがですか？なので私はですね、もちろんあのお肉料理ですよね、こうパパッと炒めたお肉にこちらのタレをかけて、あの食べるのもすっごくね美味しいですけれども、私は実はあのスチーム野菜ですね、あのスチームで作ったその温野菜にこのタレをちょっとかけてもね、すごくね美味しいので、お野菜のタレとしてもぜひ使っていただきたいなと思うんですね。市販のこういったタレというのは、先ほども私がもう散々ですね、もう先生うるさいってね思うぐらい、もう散々添加物についてですね、もう声を大にしてあなたにお伝えしてきましたよね。そういったものが一切ね入っていないんですよ。この原材料名は一切そういったよくある添加物がね入っていないんですよね。でここで私がこれをそのなぜ選んだかっていうと、さらにあなたに詳しくこういったあの無添加の食材を選ぶためのポイントということでお伝えしたくってご準備したのがこちらです。このニンニクごたれにもですね全く入っていないんですけれども、通常こういった焼肉のタレとかね、ソースとかあのドレッシングとかは結構今からお伝えするものが入ってますから、あなたも今から購入される時のぜひ参考にしていただきたいと思ってご準備しています。ぜひ聞いてくださいね。まず合成甘味料が入ってませんかということです。まあ、もちろんお砂糖もね、こちら無添加なんですよ。お砂糖なんかも全く入ってないんですけれども、そういったまあお砂糖よりも悪いというか、ね、お砂糖も太りますけれども、合成甘味料、例えばもうカタカナでこうずらっと書いてますけれども、アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サカリン、まあ、こういったものが書いてあるというのはぜひ選ばないようにしてくださいね。でまだまだねこんなもんじゃないんですよ。あのこういった調味料系っていうのはよくオイル、油もね含まれているんですけれども、あのこのトランス脂肪酸が含まれているものもすごく良くないです。太ります。でここでもあの原材料にわざわざですね、トランス脂肪酸入ってますよなんても一言も書いてくれてません。じゃあどんなものに入っているのかというと、こちらずらっと書いてますけれども、上から順番にお伝えしますね。マーガリン、
ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂ということで、こういった油系には全部トランス脂肪酸が大なり小なり入っていますから気をつけてくださいね。でまたね、どんどんいきたいと思います。あとね、2種類あるんですけれども、こちらです。糖アルコールと呼ばれるものですね。大量にとっては危険です。あのキシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトール、まあ、トールとね、覚えやすいと思うんですけども、あ、なんか先生、住川先生、なんとかトールって言ってたなって思ったら、あ、これ良くないなって覚えてください。どんどんいきますよ。最後です、まあ、その他ということでですね、よくあるのが、まあ、これもね、ダイエット向きじゃないんです。よくあのゼリーとかね、あのいろんなまあ甘いおやつ系とかドレッシングとか、まあ、先ほどのこういった焼肉のタレにも入りやすいものなんですけども、加糖ブドウ糖液糖、加糖液糖、伊勢エ加糖とか、こう加糖って書いてあると良さそうに一見感じるんですけども、こちらもやっぱりあの腸に負担をかけたり、まあ、太りやすい糖質になりますので気をつけていただきたいと思います。では第2位はこちらです。はい、こちらもカルリーさんで見つけました、オーガニックのイエローマスタードになります。こちらはですね、スパイスコートさんのオーガニックイエローマスタードということで、原産国はアメリカから来てるマスタードです。でこれはですね、すごいんですよ。名称のところが有機マスタードということで、まあ、JAS ジャスマーク、有機栽培のですよっていうマークの、もう安心安全お墨付きのマスタードなんですね。でこのマスタードもですね、まあ、こういったあのマスタードもありますし、粒のマスタード、いろいろね、結構いろんな種類マスタードもあるんです。まあ、瓶に詰めてあるものとかですね。でも残念ながら先ほど、もうとにかくしつこいぐらいお伝えしています、添加物が非常に多く含まれているのがほとんどの中、これはですね、ゼロです。見てみましょう。原材料名です。有機醸造酢、まあ、お酢ですね。そして有機マスタードシード、そして食塩、有機ターメリック、有機パプリカのみでできています。でこのマスタード効果なんですけれども、マスタードをまあ調味料に使うことで、あなたの代謝を促進してくれます。まあ、脂肪燃焼効果ですね。そして1日あたり、まあ、ティースプーン1杯程度で済みますから、例えばよく、まあ、いかがでしょうか、マスタードというとね、こうなんかホットドッグとかこうパッと思い浮かぶ方も多いと思うんですが、実は私が別動画でお伝えしているスキャベツのアレンジとしても、ちょっとこのマスタードをですね、ちょこっと入れていただいて、まあ、納豆でもいいですよね。もう混ぜていただいてください。めっちゃくちゃ美味しいですよ。もう私も時々ちょっと味変えたいなっていう時は、このマスタードを使ってアレンジして食べてます。これすっごくおすすめです。そしてあの逆にですね、今お伝えしたマスタードはすごく良いものなんですけれども、では私がこれは食べないでくださいねってあなたにお伝えしているマスタードに入っている原材料っていうのがどんなものなのかということで、ちょっとざっとお伝えしておきますね。これが入ってたら、あ、住川先生言ってたなって、これは買えないなって参考にしていただきたいんですね。例えばブドウとからし、でんこ、砂糖、香料、増粘剤、そして着色料、酸化防止剤というのが入っているマスタードがほとんどです。なのであなたもそうだって買いに行こうと思った時に、もしこうお近くにこの同じものがなかったとしても、こういったものがまずは入っていないものを選んでみてくださいね。そして堂々の第1位はこちらです。はい、こちらもカルリーさんで見つけました、塩麹の瓶詰めタイプになっております。こちら原材料名は塩麹、過去国産の食塩のみでできている、とってもいい塩麹になります。で私は実は塩麹手作りもしてます。簡単ですよ、塩麹作るのとっても簡単。その作り方の動画も別動画で以前もアップしておりますから、もしせっかくだったら自分で作ってみようかなっていう方は、そちらの動画もこの動画見終わった後にチェックしてみてくださいね。でまたなかなか手作りできませんという方は、こういったの市販でも売られてますから、ぜひ今お伝えした原材料、米麹と食塩だけで完全無添加のものを選んでくださいね。こちらはですね、もう野菜の浅漬けだったり、肉やお魚のこの漬け込んだ焼くタイプの
調味料としても使えますし、また和え物とか炒め物の調味料としても、まあ、要するに普段使っているお塩の代わりに発酵した調味料を使うと野生菌たちが増えるんですね。ちょっと見てみましょう。まず塩麹というのは発酵した調味料ということで、一度発酵してますから消化吸収がとってもいいんですよね。要は腸に負担をかけないんです。しかも善玉菌と呼ばれるその痩せ菌が一番含まれているのがその発酵食品なんですね。なので、まあ、塩麹は発酵調味料ですし、発酵した食べ物を召し上がると痩せますよということです。そしてこの塩麹は酵素を多く含んでますから、すごく代謝が、ね、良くなります。食べたものを消化吸収代謝するときに必ず酵素って必要です。私たち人間は酵素ないと死んでしまいますからね。それぐらい酵素ってとっても大事なのを外からも補えますよということ。そしてなんとオリゴ糖をですね作ってくれる元にもなりますから、このオリゴ糖っていうのが腸内環境を整えるためにとっても大事な、もう善玉菌たちもヤホーってね喜ぶ材料となりますから、しっかりオリゴ糖も摂ることができる調味料なんですよ。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエットにおすすめの無添加の食材トップ3ということで、カルディさんで選んできました。日々のお食事お料理の味付けにぜひお役立ていただいて、腸活メニューでどんどん健康的で綺麗に痩せていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。